では、これまで誰も論じたことのない、三浦梅園の色彩論とゲーテの色彩論、あるいは今画面左に出ておりますが、ゲーテ形態学論集とゲーテの地質学論集、こういうのがあるんですね。また時間があれば調べてみたいと思います。でこのゲーテの形態学習、どういうことを語っているのかは私、詳しくは知りません。まあ、ぜひともこれ9分ぐらいの動画ですのでご覧になってください。それで形態論に関して申し上げますと、バイエも形態ということについては関心を持っていまして、全部ワンペアの形態は取り上げています。例えば形理、形と、理科の理を当てるんですけども、これは以前、申し上げましたけれども、球形と、それから形理の理はその直線なんですよね。でこれを調べるのにどうしたらいいかというと、ですね、地球、例えば地軸、こうして画像を見ると、こういう直線を理と言ったのです。でこういうこの球形ですね、球形、天球も球形、地球も球形ですけども、この球形を形と言ったんです、形で。地球儀のことを円もの地図とも語っています。円というのは普通の円ですよね。で当時円というのは窓かですので、球形を意味していたんです。で円に模した球に模した地図だから、地球儀のことをそう言ってたんですね。こういうのを円もの地図と言ってた。地球儀という言葉が当時ないですので、そう言ってたと。で経理という、そういう言葉を調べようと思ったら、こういうとこ、この甲殻版言語が割と使いやすくてですね、いまだに重宝していますが、形という語を検索すると、形と、形は直縁の形理をなすと。これは形はよく直縁のこの円のことなんですよね。円というのは丸い球形のこと、その形をなしていると。で、この形について、この形理に反するもの、この形理が宇宙の基本形ですので、その球形とその地軸のような直線ですね、これが正形と、正しい形とするんですけども、しかし地上の動植物の形はそういうものではありません。これをこれ木っていうんですけどね、ここ多分ね、ありましたね、この木です。止めるという辺、ここはまだ、じゃあ、かたまり、と、地は、地帯は一円解と。かたまりですね、一円解。これずっとこうやっていきます。地は一水道解。これもいいですね。その通りです。地は瀑として中立すると、天は棒として外居す、外におると。でどんどんこう降っていきますと、回帰という語が出てきます。ここはね、この木を使っていますね。この資料を作った時は、止める辺にこの死と書く
そういうその木がなかったんですよ。それでまあこれで代用していると。ただし安永4年本まではこの、山辺の木を使ってたんです。それで、この木を2分岐に使い、それからまあその止める辺の木を多分岐に使うという使い分けをしたのは上書本に至ってからですから、間違いというわけではありません。で、この木が枝分かれのことなんです。植物とかね、動物とか、枝分かれのことですね。こういうのをここで、動植は敬意を回帰において分かつですね。理を蛇曲においてなすと。で、この形は天体で言えばまあ星形丸いんですけども、地球上でも例えばまあおおむね丸い角の取れた石とかね、そういうものはこの貝、こういう形に分類するんです。で、この木、これはまあ多分木なんですけど、これはまあ典型が植物で、まあ、動物はその数定まれて下り向かうと。要するに動物は4本の足、それからまあ数の定まった指を持って、地を歩いていると。で、この里というのは運動の方向を言うんですよ。運動の軌道ですね。で、これがその地球上のその形態としては蛇というんですけど、これ蛇というのは蛇行のことなんです。川の蛇行とかね、蛇行という言葉が当時なかったんですよ。だからこういうふうに言ってたと。これ一般的に言われてたのかどうかは知りません。曲はまあ、鳥が空中を自由自在に飛ぶと、あるいは魚もそうですね、自由自在に水中を泳ぐ、そういうふうにまあ、曲芸飛行のとかの曲ですよね。そういう自在に変化する軌道のことを曲と言ったんです。で、天体とか天球はそれができないでしょう。勝手に軌道を変えられないんで、そこでその両者が対を成しているんです。自由に方向を変えられるものと自由に方向を変えられないものがあると。こういうことからね、梅園のそのものの考え方が分かってくるんですよね。形というものも自然界から離れて考えるということは決してしないんです。で、ここに直句とあります。この句は仮名ばかりのことです。縁起の形、直句の理、三の蛇曲、三の回帰。こっちの三っていうのは、地球上の動植物の今言った蛇行、川の蛇行とかね、例えばその蛇の運動とかは蛇でしょうね。川の蛇行も蛇であると。で、そういうのと、その石ころのような塊と枝分かれした形と。で、こっちの直句の理というのと、縁起の形というのがさっき見たこれなんです。直句の理というのがこれなんです。これこうまあコンパスで円を描いてるような感じがするでしょう。そのことを言ってるんですよ。だから直句の理、コンパスで円を描いてるようなもんだから、そういうふうな名前をしたと。で、星形の縁起の形だから、これが縁起なんですよね。こういうのを形と言ったんですよね。で、これたくさんありますからね、全体としては9になってしまうんで。だから形というものを、まあ何を申し上げたいかというと、形というものを取り出して論じるということをしないんです。あくまでも自然界に即して考える。だから山は中高くして末広しとかね、海は逆でしょ。下をまあ末という言えばですね、末に行くほど、いわゆるその海溝ですよね、日本海溝とか
深くなっていくわけですよね。上に行くと平らになるんで、これ山と逆ですよね。それで対をなしていると。それでこれについては私もまだ考察はしておりませんが、ここで、ニュートンの分光器を使ったその光のね、プリズムを使った分光と色彩は精神の影響と、これに対してゲーテがもう徹底した反論をしたわけですね。でこれに対して ルドルフ・シュタイナーですか、ちょっとこう音を消してね、ずっといくと、ルドルフ・シュタイナーが、そう、物理的世界と感覚的世界、こういうものについては分けて考えないといけないと。で感覚知覚に根ざした光の世界 の捉え方をゲーテは考えたと。ニュートンは光を分光したわけですよ。非常にある意味機械的なんですよね。これが近代に非常にマッチしたし、そういうところから科学的なその色彩論ができて、今我々が使っているこういう液晶とかはそういうものですよね。ニュートンの色彩論から生まれていると。それで色彩論の本がどっか紹介されていたんですけども、これ地質学論集で、動物、鉱物、植物、動物、自然を研究したと。このゲーテとバイエンが近いんですよ。で物理では表しきれない世界がある、その通りなんです。ゲーテとバイエンが非常に近い。ただ論じた人が一人もいない。だから弁証法という解釈以外はもうみんなもう無視されてたんですよ。で世界を正しく表現しようとしたら死になったと今出ましたね。バイエンもそうなんですよ。バイエン先生もともとは死に志すと、15歳ぐらいの時にね、詩人になると。それぐらい詩が好きだったし、詩の才能があったんですよ。それで志すというのは詩で飯を食うということです。これは五郎丸久志先生に教わったんですけども、学に志すといったら学問で飯を食うということで、ことです。しかし学問では飯が食えないので意をなりわいとすということなんです。これはバイエン先生そうですし、元織宣長にしろ浅田豪竜にしろ、なりわいをとして、医師になったと。でそっちの方でもそこそこ腕がいいんで、浅田豪竜なんてとんでもないなかったんで範囲として取り立てられるぐらいなんですよ。でも天文学の研究ができないからやめたって言ってやめるんですよね。なかなかそこの江戸の人の生き方で志となりわいをきちっと分けるという生き方が現代人全くできないんですよ。で志となりわいがね一緒くたになると いやらしくなるんですよ。今わかるでしょ。それは大学の先生方の世界とか政治家の世界、それからお医者さんたちのね学長争いの見苦しさとかね、時々聞きますけども、なんかもうものすごい闘争をやるみたいですが、それは志となりわいが ぐちゃぐちゃになってるから、一緒くたになっていてもう志も何もないんですよ。ただ欲望だけになっちゃったらそんなになるんですよ。むしろ志を持って何事がなしたのは戦後 の実業家たちですよ。起業家たち、実業家、本田宗一郎さんとか松下幸之助さんとか出光佐三さんとか、こんな人ですよ。志を持って物事をやったのは。で常に人間は志が先に行かないといけないんです。これがね戦後日本人がもう本当に生き方を間違えたところなんですよね。それでずっと行くとゲーテ色彩論が再評価されていると。これはそのルドルフ・シュタイナーが再評価をしたんだよと。でシュタイナーもゲーテ的な色彩論を非常に、大事にしたと。で
こういうことはもうバイエン先生ももう日々やっていた、毎日やっていた、毎日考えていた色について。それで、このまあ塊というこの形態論と、バイエンの形態論とゲートの形態論とか、誰も論じた人がいないんですけども、このまあ色というのを考察するとですね、まあ、上からずっと言って便利な世の中ですね、こう出てきますね。でここはちょっと止めておきます。それで、バイエンの場合は色というのがいわゆるカラーの意味の場合とカラーでない場合があります。で宇宙空間において色という場合は光と闇のことです。でそれを峻別しないといけないんですけども、これどんどんこういうところはもう色界にあるものは A に降りて、要求を放ずと、これはもう太陽の光の領域にあるものは闇の中にあって、要求を放ずということは太陽を中心にして回っているということなんですよ。でこういうところをどんどんと飛ばして、清濁は色を分かつと、色を分かつと、こういうとこがだんだんもう7,000行ぐらいになってくるとですね、これは多分もう地冊のロブになってますね。でずっといくと、天色は三虚に精通す。でここになるともう色は見るべしとなると、もうここになると色ですね。木は振るるべし、地は踏むべし、天はのすべしと、ここになるともう色に近くなってくると。で色の大元が光であるというのは知っているんですよ。でずっとずっとこう言ってですね、で色境にいるや色ならざるものなしと、でこういう部分もこれから考察しないといけないんですが、まだ一文一文の考察はまだできておりません。でここは濁中となるともうこれも地球上のことです。清濁通隔すと、通は組織を開くと、ここで色が出てくるんですね。この組織が素色だから色の場合は色と読むと決めて、色と色を音を変えるといいですね。素色分彩は皆色なりと、こういうことを色のなるところは巨物の気を表す。彩の呈するところは、彩の呈するところは実露の、物を表す。こういうところから色彩の色と彩を分けてるってことが分かりますね。色と彩は別物ですよと。明暗の色、それから青赤の青赤の彩、だから明るさ暗さと青赤、これは両極端を出してますからね。色のペアの代表として出してるんで、明暗の色と青赤の彩、こういうふうにして常にワンペアで考えるのがバイエン流です。で、草木火曜の霊、草木火曜の霊皆彩色を出す後はざるなり、ちょっとここは読みが間違えてるかもしれません。これはね、草木かよ、草木、花、葉っぱのこの霊、まあ
麗しさ、皆この彩色の外に出ないと、おそらくそういう意味ですね。で、ここをもって濃淡はすなわち路中の清濁なり、色の濃淡は路中の清濁であると。濃淡とかね、そういうものを全部考慮するんですよ。で、ニュートンの分光器を使った光の分解分光に濃淡ってありますか？濃淡、あるいは光沢とかね、そういうことをバイエン先生は考えてたんです。これはゲーテもそれを考えていたんです。それからこの文が何を意味しているのか、模様の紋ですからね。こういうところ興味深いですね。「明なるものは陽の色なり、その陽は照らす」。暗なるものは陰の色なり、その陽はこれはまあ閉す、閉ざす、暗がりのことですね。暗くすという意味です。白なるものは照の彩なり、その陽は明を持す、明を持つ。これがまあ白色光のことを言っている。黒なるものは質の彩なり、その陽は暗を和すと。だからここはこの8219行と8220行、これはゲーテの色彩論に対応しているんですよ。ここですね。暗は明に和して青なり、黒は白に和して赤なりと。で、これどういうことを言ってるかというとね、自然と色彩を分けないんですよ。あくまでも自然界にある色彩を考えている。だから青というのは、例えば空の青、空の青、そのさらに上に行くと暗くなるでしょう。で、飛行機に乗って、ジェット機に乗ってずっと上空まで上がると、上がもう青からもう紺になり、濃い紺になって、暗い青になりますね。そういうことをちゃんと考えてるんですよ。で、自然界から離れて色を考えない。で、黒は白に増して赤なりと。で、この赤は多分夕焼けとかなんですよ。夕焼けとかね、朝焼けとか、そういう赤を言っているんです。だからゲーテの色彩論で、こういう色彩を本当に考えてる人はね、やっぱゲーテ的なものの考え方、赤の本質は何だろうかとかね、赤が透明になるまで見るとかね、青い空は透明だとかね、全ての色彩には透明な深さがあるとか、こういうこの深さという言葉へも書いてるんです。で、これはね、これまあいっぺんにうまくは説明ができないんだけれども、どっかいなかったかな、色彩論、こんな本がありますよと。ゲーテの色彩論、光という、光と闇、光と闇を共に考えないと分かりませんよと。闇の存在を無視して光だけ見る色彩論は、これは要するにワンペアの一方だけを取り上げたに過ぎないと。で、ですからバイエン先生は暗い部屋にろうそくを灯して部屋が明るくなったと。その時に闇はどこに行ったと、そう問うているんです。闇はどこに行ったと。そういうことを、できます。そういうものの考え方が大事なんですよ正当ね。な暗室。だから
これニュートンの考え方ですね。そうそう、こういうこと。すると影の部分の色が緑色に変わったのである。で、今言ったような自然界の中にある色彩をバウエもゲーテも考えて、光だけから色彩論を論じようとは決してしなかったんです。で、それはもうゲーテの色彩論は忘れ去られていましたし、再評価が始まってるんですけど、バウエの色彩論や形態論というものは全く振り向く人がいなかったんで、非常にその点残念ですけども、これもこれからの課題です。ちょっとね、長くなってしまっていますが、こういうとこが面白いですね。眼中の色、距離の鋭、見るに従えて形を表すものは皆受けて、沈むよりしてなると。まあ、読みは検索用ですから不自然ですので、頭の中で適宜読み替えないといけません。色と彩を分ける、それから、まあ、光沢とかね、そういうものも分けて考えると、こういうことはこれまで論じた人が一人もいないのですが、非常に重要なことで、これからの課題であるということを申し上げて終わりたいと思います。